横浜さん、本当にありがとう。そんな声が相次いでいる細川成也選手の大活躍。5月度の月間 MVP を獲得した時には現役ドラフトが神すぎるという声が相次ぎましたよね。そんな細川選手の活躍を見てふと感じたのは、細川選手とは逆に中日退団後に覚醒した選手はいるのかということです。歴史を紐解くと、何人もの選手が中日退団後に覚醒の時を迎えていました。今回は独断と偏見で選んだ中日退団後に覚醒した選手を3名紹介します。当時を思い出しながら最後までご覧ください。ラルフ・ブライアント。